任期満了に伴う横浜市長選は昨日、投開票が行われ、立憲民主党が推薦した無所属で新人の横浜市立大学の元教授、山中竹春氏が初当選しました。皆様のご支援によって、このような結果となりましたことを、感謝の気持ちでいっぱいです。カジノ、IR 誘致に関しては行わない、この宣言を早期にいたします。今回の市長選には8人が立候補し、 IR カジノを含む統合型リゾート施設の誘致やコロナ対策などが争点となりました。当選した山中氏は、横浜市として IR 誘致は行わないとの宣言を早期に出すと述べ、市長就任後に必要な手続きに入る考えを示しました。山中氏はおよそ50万票を獲得し、およそ32万票の前の国家公安委員長、小此木八郎氏に18万票の差をつけました。小此木氏を全面支援した菅総理には大きな打撃となりました。どういうふうに地域、横浜に貢献できるか考えてまいりたいというふうに思いますが、今は感謝、皆様に感謝の気持ちのみでございます。小此木氏はまた、もう選挙には立候補しないとの考えを示しました。一方、 IR 推進を掲げて4選を目指していた現職の林文子氏は及びませんでした。